ようこそ。市立柏研究所、通称柏研へ。わしが当研究所の所長、柏研博士じゃ。さあ、今日も柏に関する疑問をさまざまな角度から調査したいと思っておる。皆さんこんにちは、フッキーこと研究員の川津吹です。今日も元気に頑張ります。うん、フッキー好感度アップじゃの。これでフッキーファンも倍増じゃ。はい、倍増お願いします。うん、ところで博士、ん、最近ちょっと気になってることがあって。バカだなフッキー、やめろよこんなところで。実はですね、この研究所に来る途中で発見したんです。いやー、なんか発見したのか。はい、そうか、わしもな、そうだと思っとった。あ、で、何を発見したんじゃ。寒い、でも今日も元気に頑張ろう。あれ、あのソガーのマークよく見かけますね。今まで全然気にしてなかったんですけど、何表してるんでしょう。あれ、ね、あの梅林堂って書いてあるビル、あれも何を表してるんですよね。よく観察してみると、いろんなマークがあるんですね。実に面白い。ということで、シンボルマークってなんか面白そうじゃないですか。おー、フッキー、いいところに目をつけたの。うううう、褒めて使わそう。お、ん、あっぱりじゃ。やった、ありがとうございます。あ、ところでフッキー、フッキーに問題じゃ。よいか、これを見たまえ。ん、あ、あ、これよく見かけますよ。でもこれ何ですか。こら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 ビニューってこれがの、柏市のシンボルマークだ。あ、これが柏市のシンボルマークだったんですね。そう来ると思った。よいか、今回のテーマはこれじゃ。ん、シンボルマークの謎を追え。ん、そうじゃ。よいか、柏市のシンボルマークの意味を調査して、誰がいつ作ったのか、そしてその熱い思いを、あちちちちちちって探ってくるんじゃ。わかりました、行ってきます。うん、合戦。というわけで、私はその秘密を探るため柏市役所湘南庁舎にやってきました。行ってきます。柏市古文書ボランティア、ここかな。すごい、人がたくさんいる。会場は多くの方々の熱気に包まれていました。すいません、あ、こちらで今何されてるんですか。あの、柏市の古い古文書の整理をしているんです。実は市民ボランティアの皆さんによって柏市に残る貴重な古文書を整理しているんです。新しく柏に来られた方って、ほとんどあの柏市の歴史というものをあの知らない方が多いんです。あの、昔柏市でどんなことがあって、どんな暮らしをしていたかっていうのをですね、あの、皆さんにお知らせしたいと思って、まずあのどんなものがあるかをあの整理しているんです。今から100年以上前の貴重な文書を丁寧に読み解き、整理して後世に伝えるのが目的です。地道な作業ですが、ここに集まることも楽しみだといいます。私全部60歳越してる人が多いんですけれども、もういっぺん学校に行ってる感じで、これなんて読むのって言って、あの、古文書を勧めて、それからこう教えてもらえるあの先輩方が何人も市役所の中にもいらっしゃったし、もう和気あいあいと、もう子供ですね、大人の子供というか、いいですね。そんな感じで友達がいっぱい増えました。いっぱい、そうですよね、本当。膨大な資料の中には昭和29年の貴重な記録もありました。今柏市のマークってよく見かけますか。はい、見ますよ。今、ね、これはですね、実は募集したんです。そうして応募した人がこのマーク。なんと柏
柏市のシンボルマークは一般の人が考えたんです。昭和29年11月15日の柏市誕生に合わせて募集したところ、341枚もの応募がありました。見事一等の栄光に輝いたのは、当時柏市立柏中学校の図工の先生をしていた今村邦夫さんです。このマークはどうやって思いつかれたんですか？特別な意味を込めたっていうほどのようなもんじゃなくて、なんかの柏の顔をね、どうやって変化して新しい感覚の形にしようかなと思ったんだけど、だからこれ柏が全部入ってるという人もいるけど、そういうつもりは全然ないの。柏の柏の字に柏しかないの。角が立ってる部分とこういうふうに丸みを帯びてる部分って、今村さんのこだわりとかがあったりするんですか？角はこうみんな揃ってとんがってると突き刺さるようなこうなんか鋭さが、親しみがそがれるんじゃないかとね。柔らかみがないんじゃないかと、ね、それでちょっとこう柔らかみを入れてみたんですけどね。なるほど。斜めに傾けたのも当時としては斬新なアイディアだったそうです。60年前に発案したデザインの秘密を教えてくれた今村さん、ありがとうございました。写真や資料の整理をお手伝いしてくれるボランティアの方を募集しています。詳しくはご覧の宛先までご連絡お待ちしています。それでは皆さん一緒にお願いします。せーの、カシケン。ということで、先ほど私が疑問に思っていた町にあるシンボルマークについても調査してみたいと思います。最初は佐川にレッツゴー。佐川のマークは1830年の創業以来、初代そごう伊兵衛の成果である家紋を使いまして、そちらをちきりと呼んでいるのですが、そちらを丸で囲んだ丸ちきりを使っております。ちきりとは織物を織り上げる機械についている縦糸を巻くための部品のこと。マークにしたのは理由がありました。ちきりという言葉とお客様との関係のちぎりという言葉を連想させまして、末永くいい百貨店を築いていきたいという思いを込めて今でも使っております。次は梅林堂のシンボルマーク。梅林堂は様々なお店が入るテナントビルです。もともと昭和20年頃、東京で空襲に遭い柏へ移った初代の店主家族が、久留米梅林堂というお菓子売りの歌を歌って商売をしていたそうです。その後昭和41年、平屋だったお店を5階建てのビルにした時にデザイナーさんに頼んで作ってもらったのが今の梅林堂のシンボルマークです。ちなみにこのマークは梅の花を表しているそうですよ。シンボルマークって奥が深いですね。私も作りたくなっちゃいました。ということで、私は今ヒントを探しに逆祭商店街にやってきています。逆祭商店街は逆祭駅を中心におよそ90軒ものお店が軒を連ねています。おっかさんスーパー、おっかさんスーパー、おっかさん、いい名前、おっかさん、おっかさん。あー、ちょっと歩いたら喉乾いちゃいました。でもコンビニがあるから大丈夫。見てください、サカサイダーだって。売れてるみたいなんでサカサイダーにします。いただきます。あ、甘い。あ、見てください、サカサイダー、ここにもあった。ここにもある。しかも再出没注意だって。なんだかこの商店街はこのサイのキャラクターで溢れてますね。さらに、ああ、
くん、幸せの階段ってこのオレンジのちっちゃいの登ったら私も幸せになれる。なりたい。幸せつかんだぞ。イエーイ。お、芋大福。あ、またいた。さっきのキャラクターだ。こんにちは。いらっしゃいませ。すごい。お菓子がいっぱいですね。そうですね。今秋ですので。じゃあおすすめなんですか。おすすめ、はい、おすすめ、そうですね、うん、逆さい商店会に逆さいくんっていうのがいるんですけど、これ逆さいくんっていうんですか。はい、逆さいくんの商品でさいくんサブレっていうのがあるんですけど、いかがですかね。ぜひいただきます。うん、サクサク、おいしい。おおおおき、あ、本日の調査はどうじゃった。はい、柏市のシンボルマークって柏市が誕生した60年前からあって、それを将来に残そうとするボランティアの方々の支えがあることが分かりました。そうじゃあ、よいか。柏市はの柏を愛してやまない人々で支えられておるんじゃ。そしてその思いを形にしたのがこのマークなんじゃ。はい、あと企業のマークもお客様への熱い思いがメッセージとして込められていることも分かりました。うん、なるほど。と博士、これ見てください。なんじゃ。じゃん。なんじゃこのマークは。知りたいですか、逆さいくん。いや、なんじゃ。あ、いいぞいいぞ、逆さいくんです。いやいや、知っておるぞ。なんで逆さいくんがここにおるんじゃ。実はですね、逆さいくんのマークを勝手に考えちゃったので、本人の了承を得たいなと思って、今日は忙しい中、お呼びしちゃいました。どうですか？気に入っていただきました？ほらほら、そんなのダメに決まっておるじゃの。でもね、この目とか、逆さいくんの超キュートなお目目を表現しているんですよ。そんなのダメに決まっておるじゃろ。かわいいじゃないですか。かわいいとかな、そういう問題じゃない、ダメ。あら。やったー！そう言ってくれると思った。なので、逆さいくんのマークをつけた名刺を早速作っちゃいました。これぜひイベントなどで配ってください。採用だって、博士。バイバイ、ありがとう。いいな、博士もね、マークが欲しいな。気持ち悪いな。まあ考えておきますね。本当か。おお、さすが復帰じゃの。好感度アップアップで、ファンもバイ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 。番組をご覧の皆さん、私フッキーはこれからも柏の耳寄りな情報をどんどんお伝えしていきます。よし、よくできたぞ。イエイ。さあ、今回の任務もこれで完了じゃ。ご苦労。ありがとうございます。さて、今回のシンボルマークの謎を終え、いかがじゃったかな。さあ、我が柏犬はこれからも柏の面白いところを見つけるためにの元気に頑張るぞよ。忘れてた。おお、なんだ。もう一つ考えたんです。うん、何を。見てくれます。じゃん。いや、なんじゃこれは。もちろん柏犬のマークを考えました。どうです。いや、どうですと言われてもな、こういったものはな、このわし一人ではな、決められんのじゃん。逆さいくん。あー、来たね。これどう思います。柏犬のマークです。どう思うかって、そんな。あ、え、やったー、認定だってさ。なになになに、ちょっと待ってよ、逆さいくんね。あんたね、部外者なのにね、そんなのね、勝手に決めて困るんだよ。まあ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 、二人とも仲良くしてください。このマークにメッセージのある方、番組に対してメッセージのある方はこちらまでどしどしご応募ください。おお、そうだな。ご意見どんどんください。じゃあ、逆さいくんとの仲直りの印に、今日は逆さいくんも一緒に行こう。それでは、せーの、柏犬。